のデビューから応援してます。これからもよろしくな。はい、サインお願いしていいですか？もちろん。試合頑張ってね。任せとけって。じゃあさ、今夜シュート決めたら壊すから、それ二人へのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私右から5番目ね。了解っす。サインして。サイン。はいよ。ちょうだい。いいっすよ。僕も。焦んなって。じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、ブリッツボール教えて。これから試合だって。じゃあ終わってから。な、今夜は今夜はダメだよ。だろ、明日明日。絶対だよ。約束っす。俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンださ。親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。ほら、慌てて家に帰ったね。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。おいおいおい、回想シーン入っちまった。さて、あれから10年、今年から始まったジェクト記念トーナメント、そのきつい潰し合いから勝ち残ったのは、そう、東H区の。
始まるよ。あ？泣かないで。あ？雑魚に構う時間はない。突破するぞ。
全て倒そうと思うな。邪魔な奴だけ切り捨てて走れ。暴れやがって！まとめて片付けてやろう。
てんじゃねえ、クソヤジ。アーロン、逃げた方がいいって。迎えが来ている。は？付き合ってらんねえっての。面白いものを見せる。
いろいろ考えてたのは覚えてる。俺どうなるんだとか、ここどこだよとか、そのうち頭がぼーっとしてきてさ、なんだか眠くなって、夢を見た気がする。一人ぼっちになる夢。誰でもいいからそばにいてほしい、そんな気にさせる夢だった。意味が分かりませんね。